はい、どうも、銀南と申します。探偵神宮寺三郎、いにしえの記憶の中の謎の事件簿、今回は、パート3っていうのかな、3番目っていうのかな。ではパスワードを入力していきます。説明がボロボロだけど説明がボロボロでボロだと。 OK。謎の事件簿3、おまけ。おまんじゅう、おまんじゅう、ももまんじゅう。私の大好きなももまんちゃん。昨日以前解決した調査の依頼主からお礼として、成田屋のももまんじゅうが届いた。成田屋のももまんじゅうとは、1日限定100個しか作らないと有名な希少価値の高い商品だった。桃まんじゅうの残りを棚に隠しておいたのよね。先生は昨日食べた分だけしかないと思っているはずだから、帰ってくる前に食べちゃわないとね。おまんじゅうを隠しておいた場所は、ガサゴソ。ガサゴソ、ガサゴソ。ガサゴソ、ガサゴソ、ガサゴソ。ん?ない。ない。おまんじゅうがないわ。なんで?なんで?なんでなの?まさか先生が気づいて食べちゃったんじゃ。くー、私に無断で食べるなんて。許せないわ。帰ってきたらどんな仕返しをしてやりましょうか。思い出した。おまんじゅうは昨日の夜に来たお客さんに出したんだったっけ。私としたことが失念していたわ。今日はおまんじゅうを食べるつもりでいたのに、いつもと違ったね。いや、まだ諦めるのは早いわ。買いに行けばいいのよ。今から急いで行けば、まだきっと売っているはず。そうと決まれば早速向かいましょう。そんな風に買いに行くの。陽子さん、ロケットダッシュ。成田屋の前には桃まんじゅうを買いに来たと思われる客たちが列になっていた。ああ、こんなに並んでる。ちゃんと買えるのかしら。何はともあれ、まずは並ばないと。まだ順番が来ないわ。売り切れてないでしょうね。あと、もう少し。とうとう次が私の番。桃まんじゅうはまだ残ってるみたいね。お買い上げありがとうございます。次のお客様。はーい、桃まんじゅうをくださー。ギャー、陽子を殴り飛ばすってすごいね、この人。何すんのよ。この陽子様をどつきかましたのは誰?あれ?あれ?誰もいない。ああ。桃まんじゅうが振り切れてる。誰が私の桃まんじゅうを。ん?ん?何か落ちてる。手紙?このパターンって、やっぱり、あいつらなのね。挑戦状ザーマス。1号2号よくもやってくれたザマスね。調子に乗るのもこれまででザマス。なんか嫌味みたいだな今回は勝たせていただくザーマス。 FB ですって。まだ懲りてなかったのね。 FB 団、正式名称はファンタスティックブラボーズ。
暗号化された予告状を出し、獲物を盗み出すという巷で噂になっている怪盗集団。私の手で団員1号、2号を刑務所へとぶち込んであげたんだけど、3号まで挑戦してくるなんて、この感じだとまだまだいるよね。今までにないパターンで登場されたから不意をつかれたけど、今度こそ挑戦する気をなくしてあげなくちゃ。ふふ。この陽子様に二度ならず三度も喧嘩を売ってくるなんて、いい度胸してるじゃない。桃まんじゅうの恨み絶対に晴らしてあげるからね。陽子様をなめるんじゃないわよ。ママ、あの人何してるの？し、見るんじゃありません。ふう、ふう。落ち着いて暗号を解かないと。それじゃあ、暗号を見てみましょう。一枚目の暗号は、また読むものが多い。8時50分。時間でいいのかな、これ。8時50分。2時21分。2時半。3時41分。2時11分。9時50分、1時30分。何が何やら、何時何分なのか、何対何なのか、読み方が。もう一枚あるわ。そっちも見てみましょう。ああ、いっぱいある。2枚目の暗号は、2時50分、11時10分、8時10分、5時20分、3時21分。2時20分、11時10分、5時50分、3時51分、1時30分。さっぱりだわ。なんなのこれ。本当にね。時間がたくさん書いてあるけど、やっぱ時間の読み方で合ってた？ちゃんと暗号になっているのかしら。実は私があまりにも簡単に暗号を解くから、暗号になっていないものを渡してきたんじゃ。さすがにメンツもあるし、それはないかな。まあ、解いてみればわかるはずね。ちょちょいと、解いちゃいましょう。どうする？じゃあ、順番にやっていきます。挑戦状を見る。挑戦状をもう一度見ましょう。挑戦状ザーマス。1号、2号、よくもやってくれたザマスね。調子に乗るのもこれまでざます。嫌味みたいだなと思ったけどさ、ドラえもんのスネのお母さんもこういう喋り方するよね。今回は勝たせていただくざます。 FB ですって。読めば読むほど怒りが湧き上がってくるわ。ふうふうふう。落ち着かないと。暗号を解いてこの怒りをぶつけないとね。挑戦状はもういいわ。さっさと暗号を解きましょう。どうする？暗号を見ます。どれを見る？1枚目。1枚目の暗号を見ましょう。8時50分、8時50分、2時21分、2時半、3時41分、2時11分、9時50分、1時30分。8つの時刻が書かれているわ。時計を使って暗号を解くのかしら。すべて午前中の時刻みたいね。法則性などはあるのかしら。とりあえず他も見てみますか。どれを見る？じゃあ2枚目を見ます。2枚目の暗号を見ましょう。2時50分、11時10分、8時10分、5時20分、3時21分。2時20分、11時10分、5時50分、3時51分、1時30分。10の時刻が書かれているわ。
1枚目と同じで、すべて午前中の時間。何か意味があるのかしら。やっぱり法則があるのかしらね。もう一度見直した方がいいかしら。どれを見る？もういいや。じゃあ思い返します。何を思い返す？ FB 弾のこと。FB 弾。正式名称はファンタスティックブラボーズ。暗号形式の予告状を出し犯行を行うという巷を賑わす怪盗集団よ。団員の1号2号を私の名推理で逮捕し刑務所へと叩き込んであげたの。その敵を討つためだとかなんとかで、今度は3号が挑戦を。いい加減身の程をわきまえてほしいわね。思い出してもムカつくだけだわ。さっさと暗号を解くことにしましょう。何を思い返す？神宮寺は何をしているのかな？神宮寺のこと。先生は依頼されている事件の調査に出かけているわ。久々の依頼だと喜んで出て行ったけど、ちゃんと調査はできているかしら。まあ余計な世話だと思うけど、きっと先生も頑張ってるはずよね。私も頑張って暗号を解くことにしましょう。何を思い返すのはいい。じゃあ解読します。さて始めましょうか。まず暗号を解くと最初に分かることは、暗号を解くと最初に分かることは、じゃあどんどん答えていきますね。建物のある地域。建物のある地域ね。その地域とは、その地域とはどこ？代々木。代々木ね。暗号を解くと2番目に分かることは、2番目に分かることは、盗みに入る建物。盗みに入る建物ね。その建物とは、その建物とは、画廊。画廊よ。暗号を解くと3番目に分かることは、3番目に分かることは、犯行日時。犯行日時ね。その犯行時刻は、その犯行時刻は、今夜2時。今夜2時よ。暗号を解くと最後に分かることは、最後に分かることは、獲物。盗む獲物ね。その獲物とは、その獲物とは、象。象よ。暗号には金の像を盗みに来ると書かれている。うん、これで間違いない。もう分かってると思うけど、暗号の解き方はこうね。何時の部分が1ならあ行、2ならか行、3ならさ行、4ならた行、5ならな行、はまやらはと続く。何十分の部分は1なら母音が、2ならい、3ならう、4ならえ、5ならおとなる。何分の部分は1の時濁点がつく。この法則で暗号を解くと次のようになる。8時50分、8時50分、2時21分、はは代々木。2時30分、3時41分、2時11分、9時50分、1時30分は、クゼガロウ。2時50分、11時10分、8時10分、5時20分、3時21分は、今夜2時。2時20分、11時10分、5時50分、3時51分、1時30分は、金の像。
要するに代々木のクゼ画廊に今夜2時金の像を盗みに来るのね。ふふふ、どんな仕返しをしてやろうかしら。陽子様を怒らせたらどうなるか、きっちり知らしめせてあげる。なんか今に言う言葉が多かった。陽子様を舐めるんじゃないわよ。ママ、あの人まだいるよ。だから見ちゃいけません。深夜2時、クゼ画廊内。今回も女だね。探偵はいないみたいざますね。暗号解けなかったみたいざますね。悔しがる探偵の顔が思い浮かぶざます。おっほっほっほ。探偵のこともぶっ飛ばしたし、とても気分はいいざます。やはり私の前には誰も立ちふさがることはできないざます。悔しがる探偵の顔が思い浮かぶざます。おほほほ。おほほほほほほ、すごい笑ってる。さてと、さっさと仕事を終えてアジトで祝杯をあげるざます。本当に女かなこの人。ちょっと疑わしいんだけど。待てい。誰ざます？とう。きー。桃まんじゅうの恨み、その身にしっかりと受けなさい。一撃必殺陽子スペシャル、かかととし脳天蹴りー。うきゃー。正義は勝つ。無休。二度と陽子様に喧嘩を売ろうなんて思わないことね。桃まんじゅうの恨み、無事に晴らすことができたわ。やったわね。どんな困難な謎も陽子様にお任せよ。推理成功、みその陽子の勝利。頑張れ陽子、次回も交互期待。終わり。なんかもう怪獣みたいになっちゃってるけど。はい、では続けて、謎の事件簿おまけの4を取っていきます。最初にパスワード入れます。ひーげオッケー。謎の事件簿4おまけ。早く来ないかしら。今日は最近近所にできた喫茶店休憩のため訪れていた。注文した品はスペシャルココア。この店一押しの人気商品らしい。楽しみだわ。人気商品って言われてるくらいだもん。きっと甘くて美味しくて飲んだら疲れも吹き飛んじゃうような代物なんだわ。まだかな。まだ来ないのかな。お待たせいたしましたです。ご注文の品をお持ちしましたです。スペシャルココアでございます。伝票の方はこちらに置いておくです。それでは失礼しますです。語尾が気になる。ごゆっくりとどうぞです。待ってました。うーん、見るからに美味しそう。さすが人気商品になっているだけのことはあるわ。見てるだけでよだれが。あ、いけないいけない。それじゃあ早速いただくとしますか。いただきます。ブー、どうした、毒でも入ってた。なんなのこれ。お客様、お静かにお願いします。すごい辛いんだけど。辛いんだ。
本当にこれがスペシャルココアなの？普通のココアじゃないって意味でスペシャルなら確かに合ってるけど、そんなわけないわよね。こんなものが売り物としてあるのもおかしいと思うし、人気が出るはずないわ。作るときに材料を間違えたとか、そう考える方が妥当ね。はあ、店員さんに言って取り替えてもらえますか。誰でもミスをすることはあるよね。おお、心が広いね、陽子くんは。私は心が広いから、これくらいじゃ怒らないわよ。今言ってた。今同じこと言ってた。まあ、こんな変なものを出したんだから、何かサービスしてくれれば嬉しいんだけど。ん？テーブルの上に何かが置いてあるわ。伝票を置いておくとか言ってたっけ？伝票書き間違えていないわよね。激辛ココアとかいう商品が絶対にないとは言えなくはないし、そんなものはないと思うけど、見てみましょうか。伝票には、ん、挑戦状1号2号3号の敵を取るです。暗号を解いて私のことを捕まえてみろです。FB ですって。またあいつらなの？くー、あいつらのせいだったのね。 FB 団、正式名称はファンタスティックブラボーズ。暗号化された予告状を出し、獲物を盗み出すという巷で噂になっている海賊集団。数ヶ月前、FB 団の団員1号を名乗る男と対決し捕まえて以来、毎月新しい団員が挑戦状を送りつけてきている。まあ、その度に捕まえてあげてるんだけど、そろそろコリって私に逆らうのはやめると思ったんだけど、また来たのね。よくよく考えたら、さっきの店員口調が変だったわ。ですとか言ってたっけ。 FB 団は変な口調で話すって分かってたのに、私としたことがこんなことに気がつかないなんて。それにしても許せん。スペシャルココアを盗み、甘酢さえこの陽子様に激辛ココアを飲ますなんて、いい度胸してるわ。今に見てなさい。100倍にして返してあげる。倍返しだ。倍返しどころじゃなかった。今回もちょちょいと解いて捕まえてやるんだから。陽子様を舐めるんじゃないわよ。はあ。はあはあ。はあはあはあ。こんなところで疲れてる場合じゃないわ。とりあえず暗号を見てみましょう。何何？今回の暗号文は、おお、これ読むのか。ソサソセのソクソケテアテナ、ソククオツナナトアセツナ、サセトソアテアサオエアコケ、イソナテナセセサノソ、セソトオセソコケヌソセケナ、クセクケセトソがヒント。うーむ、何が何だか。最後の行のクセクケセトソヒントは暗号解くためのヒントかしら。クケセトソがヒントって言葉に変換できるという意味なのかな。とにかくよく考えてみましょう。何をする？じゃあ順番に暗号文を見ます。暗号文を見ることにしましょう。暗号文に書かれている文字は、読むのが辛い。読むのが辛い。
ソーサーソーセーのソークソーケーテアテナソーククオツナナとアセツナサナトソアテアサオエアコケイソナテナセセサノソセソトオセソコケヌソセケナクケセトソヒント最後の行のクケセトソヒントは暗号を解くための鍵と考えられるわ何らかの方法で予告状の文章に変換することができるはずどう変換するのかしらお客様お静かにお願いします何なのあの店員は何をする挑戦状を見ます挑戦状を見ることにしましょう挑戦状1号2号3号の仇を取るです暗号を解いて私のことを捕まえてみろです FB あのイメージ的にねケロロ軍曹のねタママ二等兵の語尾みたいな感じで言ってみたですって仇を取れるもんなら取ってみなさいよ絶対に捕まえてやるんだからお客様落ち着いてくださいあんたの方こそ黙らっしゃいお客様何をする何なのあの店員はだからじゃあ思い返します何について思い返す何について思い返す FB 団について FB 団無謀にも私に挑戦を仕掛けてくる怪盗集団団員3人から挑戦を受けことごとく刑務所へと送ってあげているさすがにもう諦めて挑戦してこないと思ったんだけど諦めてなかったみたいいい加減相手にするのも面倒なんだけど振りかかる火の粉を払わないとねあいつらのことなんて思い出してもムカつくだけだわそれよりも暗号について考えましょう何について思い返すじゃあ神宮寺のことでも思い返してみよう先生は事務所で仕事をしているはず今回は事務所にいるのか一緒に来ないか誘ったんだけど仕事が忙しいからと断られたんだったわね私の誘いを断るなんてと思ったんだけど私の給料のためにも頑張って働いてもらわないといけないから仕方がないわね何について思い返すのはいいやじゃあ解読します考えは まとまったわね解読を始めるはいそれじゃあ始めましょうか暗号を解読すると出てくる文章の最初の文字は最初の文字はお最初の文字はおよでは解読すると出てくる最後の文字は最後の文字はる最後の文字はるよ解読方法は間違いないみたいねでは暗号を解読すると出てくる予告場所は予告場所は大久保大久保よ大久保のどこに現れるどこに現れる骨董店骨董店よそこに犯人が現れる時刻は予告時刻は3時夜の3時よ犯人が盗みに来るものは何を盗みに来る宝剣宝剣よ骨董店に置かれている宝剣を盗みに来るんだわ間違いないすべてわかったわ暗号はこうやって解くのね
まずはバラバラに書かれた文字はある法則で英字へと変化、置き換えることができるわ。その方法とは、あは A、いは B、うは C。以上の法則で A からHまでを D から Z に置き換えることができる。この法則で暗号文を置き換えるとこのような文になる。OKONYOHOISASU OHHERUUTANRU KUTOASAKEDAJI BOUSUNNKYONNOTENOJIWONIU となるわ。さらにこの文をローマ字変換する。するとこのような文に変換することができる。オコンヨホイサスオヘルウタンルクトアサケダジボウスンキヨの手の字を見るとなるわね。これを左側から縦方向に読むと、大久保の骨董店へ明日の夜3時宝剣をいただきに参上すると読むことができる。これちょっと難しいんじゃない？わかりやすく漢字変換しましょう。大久保の骨董店へ明日の夜3時宝剣をいただきに参上すると変換することができる。ふ、陽子様にかかればざっとこんなもんよ。さーて、復習方法はどうしようかしら。二度とあんな真似ができないようなものにしないと。ふふふふ。恨みを100倍にして返すためにも特製ドリンクを作らないと。それならば三好に作ってもらった方がいいと思うよ。唐辛子、唐辛子、タバスコ、唐辛子、タバスコ、わさび、とりあえず辛いもので攻める気？もっと辛いもの入れないと。いや、辛みだけじゃ足りないわね。苦味も入れようかしら。青汁、苦うり、青汁苦うり、辛なっていうの。酸っぱいものと臭いものも入れようかしら。もっとすごいものを考えなくちゃ。草屋とかいいと思うよ、草屋。地獄の苦しみを与える飲み物にしないと気が収まらないんだから。陽子様の恐ろしさ知らしめてあげるんだから。幸い時間はまだあるし、事務所に戻ってじっくりと考えますか。休憩時間ももう終わりだし、急いで事務所に戻りましょう。陽子さん、ダッシュ！お客様、お会計！食い逃げじゃなくて飲み逃げになっちゃったよ。また女子だね。誰もいないみたいです。勝負は私の勝ちみたいです。みんなの敵を取ったです。やったです。それに探偵に激辛ココアを飲ませてやったです。思い切り吹いていた姿はかなり見物だったです。ふふふ。ふふふ。ふふふふふふ。誰です？この陽子様に勝てると思ってるの？トゥーです。スペシャルココア楽しみにしてたのに、シュバババ。よくも変なものを飲ませてくれたわね。
あんたもしっかり味わいなさい。この顔よ。ガシって。洋子様の特別ミックスバージョンをね。ほら。ほらほら。飲ましてる。ほらほらほら。あなたのために作ったのよ。美味しいでしょ？美味しいでしょ？美味しいと言いなさい。キュー。何を入れたんだろう、結局。正義は勝つ。スペシャルココアの恨み、無事に晴らすことができたわ。やったわね。陽子様に解けない謎はない。どんな難事件も陽子様にお任せよ。お客様、そろそろ代金の方払っていただけないでしょうか。ここまで来た。推理成功、みその陽子の勝利。お終わり。次回も交互期待。ダットファンタスティックブラボーズ。なんかね、無双転生してるけど、横が。はい、ありがとうございました。謎の事件簿のおまけの3と4を今回は、プレイしました。では次回はですね、5もあるので 5から取っていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。次回に続きまーす。